はいみなさんこんにちは第308回のしゃべりゲー山にようこそようこそーはい今日はですね私今井と、はい、山田さんライターの山田でーす。はいで河辺さん、えー、シナリオライターの鏡としんです。よろしくお願いします。の3人でやりたいと思います。ちょっとねあのいつもと変わった、えー、とメンツですが <laughs>、まあ、このメンツってこともあって、まあ、さっき決まったばっかりなんですけど今回のテーマはですね、えー、じゃじゃん 文化芸ゲーマーによるゲーマーにおすすめする〇〇ということであのー、お二人ともね、あのー、ゲーム以外にもいろいろとね、あのー、そのシナリオライターとか、まあ、山田さんはプロレスラーでもありますけど、まあ、いろんなね<ー>ことを知ってるということもありまして今回はあえてですねあのゲーマーにおすすめするゲーム以外のものを取り扱いたいとジャンルは何でもいいです。 えー、ゲーマーにぜひこれをおすすめしたいというものを紹介していただきたいと思います。はいということでね、まあ、最初だからじゃあ私がやりましょうかね。これ、いろいろ考えたんですけど、まあ、あの何度か言ってるんで、まあ、またかっていうこともあるかもしれないですけど、まあ、私、別にそんな映画いっぱい見てる方ではないんですけど、あの比較的、なんかそのゲーマーに対しておすすめしたいっていうのはずっとあのおすすめしたかったのは、えー、中国の映画ですね。うん <laughs> で中国の映画はですね、えー、昨今、えーとまあ、非常にあのいろいろ作られるようになって、お金もすごいかかってて、もうハリウッドを超えてるんじゃないかっていう規模のものが出てきたんですが、その中で、あの前も紹介したことあるんですけど、少しだけ、えー、オペレーション・レッド・シーという、えー、と映画がありまして、ね、こちらはですね、あの、パン的に言いますよ、えー、と見るコール・オブ・デューティーです。<laughs> <laughs> これねあの、ガチで言ってますから、あの、はい、本当に、あの、 コール・オブ・デューティーやった人が見たら、あコール・オブ・デューティーだったなっていうあの印象がもう、ほぼ100%、99%。うん、で、まあ、ある意味でですねあの、映画内のメッセージとかは、あまりなんか話もそんなに複雑じゃなく、単純で、まあ、中国の特殊部隊が、うんえー、これ、一応、実話をもとにしてますが、えー、テロ組織に囚われた中国人たちを救いに行くってことで、あのひたすらそのアクションシーンの連続、 になってるんでまああのこれがまあすごいことにあのまあ一応特殊部隊だからあのその銃撃戦もあれば飛行機もあったり戦車もあったりまあありとあらゆるあのシチュエーションをあのふんだんに詰め込んだ結果もう完全にコール・オブ・デューティーのミッションをこなしているだけという逆にあのお話とかもあまり頭に入ってこないぐらいのレベルなんですよ <laughs> ええー、娯,娯楽対策ってことですね 普通に見る分には娯楽体あの対策なんですけど、この,あの映画の唯一分かりやすいメッセージが何かというと、一番最後のシーンであの明確なんですけどあの、中国の領海に入ったら、あのそこから直ちに出てけ、<laughs> 俺たちは最強の軍隊を持っているという <laughs> あの、ある種、本当にあの露骨にプロパガンダなんですね。 まあ言うても COD CO ももうちょっと複雑な,なんか話を作ってたけど、まあ、やってたこととしてはあんま変わってないというば変わってなくて <laughs> そのアメリカ軍の特殊部隊の、まあ、いかにあの優秀な人たちが頑張ってなんかそのいろんな危機を救うかっていう意味ではーまあヒーローものはまあ大体そういうプロパガンダみたいになってもあ、まあ、しょうがないとは思うんですけどただそういうなんていうかな。あの なんかそのプロパガンダの意味をまあ無視してもまあ普通にたもちろん楽しめますしあのこの映像をよく作ったなっていうシーンがもう満載なんですよ。特に後半はアフリカの方に行くんですけど、えー、戦車戦があるんですけどその戦車の戦闘はもう戦争映画いろいろあるけどもう見たことないレベルですね。本物のの戦車をを、えー、走ららせててて砂漠から空すするるっっいうのをやってるんですけど <laughs> なんか やばいですよ。あの、なんか、<laughs> ガルパンみたいな、あの、発想の動きを、あの、本物の戦車にしてるんですよね。<laughs> すごいターンからの、なんか、砲塔をぐるっと回して、ドーンっていったりして、その後も、あの、これは、あの、あれですね、えー、マッドマックスのフューリーロードみたいな砂嵐が来るんですよ。これもめっちゃね、コ <laughs> <laughs> ールフュールーっぽいんですよ。砂嵐が来るぞとか言ったら <laughs>、ねまあ、最近、最近だとバトルフィールドにありますけど。 あんな感じで、腐らてきたら戦闘状態が一時停止するみたいな、で明らかにこれはもう作ってる人も、FPS とかの文法分かってるだろうなっていうショットも多いし、んなんか紫外線のところは、なんかその膠着状態でスナイパーがいるぞ、だから回り込めみたいな、まあ、発想からして極めてその FPS のミッションを早、え、期、ー、させるものの連続なんで、うん、まあこれね、最近、アマプラに確かもう入ってたと思うんで。ほほ、ね、ほうほうう これ簡単に見れまアマプラには入ってないかなまあいずれにしろ、以前はね日本でこれ公開ちょっとだけしたのかな、うん、まあ言っても中国の映画はそこまでね、うん、あのされないんであの見れなかったんですけど、はい、今はね比較的見やすくなってます。<laughs> そうですね、えー、とプライムビデオには入ってないですけど、まあえー、とレンタル購入,で購入でできますよね。あの まああのー、最近、ミリタリー系の映画ってアメリカの方ではあの、まあ、どちらかというとその今まで戦闘のメインのヒーローというよも救護兵とか、まあ、あとはアメリカンスナイパーとかうん、うん、スナイパーとか,なんかちょっと独特の人にああのフォーカスしたりあともうちょっとやっぱり、まあ、戦争についていろいろどういう問題があるかとかあとはその地雷撤去の話とか、うん、まあそういう話になってきたけど。 ハーーロッカーズとかね、まあ、もちろんあっちの話もすごい面白いんですけどまあそのプライベート・ライアンぐらいにあったような大規模な戦争映画ってもう撮れてないんですよね。でまあこれもちろん予算の問題もあればみんなそんな映画求めてないってのもあるしそアメリカの戦争今もはやなんかちょっとよく分かんなくもなってるからああ、ね、当然だとは思うんですよね。だから FPS の方も非常にデリダリー FPS って最近もう難しいんですよね。 あまあそんなに素直には書けないですよね。やはり政治的な問題もあるし戦争っていうのがだいぶ昔と変わっちゃったし f p s みたいなやつやってるのかっていうともう怪しいじゃないですか。うん、まあ今だとまあもちろん s f 系の SPS にすでにドローンとか出てきてるけど、まあなんかまあ、ウクライナとかやっぱドローンとかいっぱい使ったりもしてるし、うまあそういった意味ではやっぱリアリティもだいぶ乖離してるし、まあ、フィクションとしてそれ描くのもどうなのかとかいう問題もあるし、まあ、その意味ではまあ中国の方がまがそういったものはやっぱり作りやすくなってんだから、まあ、その国家を守るみたいな彼らの対イメが分かりやすいので。<laughs> そうでですすねねなななるるほどなちょ中国かから出てくるとは思わなかったです、ね そうですだからこの映画見たとき、<laughs> 次はもう FPS は国策で作られるんじゃないかと思ったんですけど、<ー>でも、とはいえ、中国の政府は意外とやっぱゲームあまりあの好きじゃないので、どうもそれはなさそうですね。分 <laughs>、うん、かんないですけどね、その、うんなるほどな。まあ、なんか、あのぜひあの分かりやすい映画なので、気になった方は見てくださいと、はい、いうことで、次はですね、じゃあ、えー、と山田さんにしましょう 私は、まあ、2022年にこんなこと言うのもなんですけれどもめちゃくちゃゃくテレビを見るんですよ<ー> <laughs> それでですね気になりますすねね、はい、それでです、ねえーとまあ、仕事しながら見るのに一番いいのはバラエティー番組なんですけど、まあ、最近あのゲームを扱ったバラエティー番組というかゲーム番組っていうのはめちゃくちゃ増えてまして、まあ、特に深夜に多いんですけれども、まあ、プロゲーマーによる、えー、と対戦だったりとか、うん、まあタレントが e いいスポーツの。 シーンを体験したりとかいうのがあるんですけど、まあ、割とこうカジュアルなゲーム番組のこう。最近の走りというかヒットとしてあの有吉というえっと毎日でゲームやろうっていうえっとバラエティ番組がありまして。私はちょっとそちらをお勧めしたいなと思います。まあ、意外とそのそもそももテレビカード挿してアンテナつけつないでテレビ見る習慣っていうのが結構ないのかな？とは思いつつも。 まあ最近はあのインターネットの TVer とかでえとは見逃し配信みたいなのもあるので、割と見やすいとは思うんですけれども、この番組始まった当初は、ですねえとまず街ぶらをやって、美味しそうなお惣菜とか食べ物とかをいっぱい買って、お土産を持って、誰かのうちに遊びに行って、誰かのうちに遊びに行ってゲームをするっていう体験をテレビのパッケージでやるっていうコンセプトだったんですよねなるほど。 そめちゃくちゃ楽しくてやっぱ小学生の時に放課後山団地行こうぜみたいな感じの雰囲気がそのままやるんですけどみんなタレントさんなので結構おいしいものを買っていくんですよね。ななるほどね芸人んですか基本的には基本的には有吉さんと高利さんとアンガールズの田中さんがレギュラーで遊びに行く家はもういろいろですね。いいなゲストみた形ですは そそれこそ高橋名人が出てきたこともありますし、はい、女優さんとかもいますけれども芸人さんのことが多いですけれども <laughs> はいまあそんな中でまあ一つのゲームをえっと遊ぶっていう家に行った後はっていうところなんですけどまあみんなそ,そのアンカルズの田中さんめちゃくちゃゲームをその。 課題となるゲームを練習して今多分 e スポーツイベントのアンバサダーになってると思うんですけれどもそうなんですよね、まあでまあ、下手だけど楽しんでるっていう姿を放送するんですよねで割とそういうのって、まあ、最近は VTuber の方とかもすごく、えー、いろいろやってると思うんですけれども、まあ、その感じを、えー、と最初やるって言った時に私の周りの結構ゲーム関係のこう編集者とかメディアの方とかはあんな感じで 楽しいねって見てる人もいる反面あんな感じでちょっとこうふざけながらゲームをやるっていうのはちょっとどうなんだみたいな反応が結構あったんですけれどもまあ何年もこの番組を続けていくうちに結かなり人気の番組になってそういう楽しみ方も普通至極普通になって。 いいって言ったっててうう意味ででそのなんて言うんでしょうねゲーム配信というかゲームをしてる姿を見るっていう受け取る側の感覚みたいなものもちょっと変わってきつつあるのかなっていうのがちょっと長く同じ番組を見てたりとかそのテレビをダラダラ見てたりするとこうちょっと分かってくるのでそれもすごく楽しい楽しいというか発見が多いいですねうんなるほどはい、扱うゲームは結構もう任天堂とか。 プレステ5とかなん、なんでも、まあ、コンソールがメインなんですけれども、うん、最近はあのバロラントがすごく流行っているということで、みんなあのゲームパッドコントローラーでしか遊んだことがないけど、初めてキーボードとマウスでゲームを遊ぼうみたいな感じで、でも、みんなあの。はい、それは結構チャレンジングですね。すねそうなんですよ。で、上手い人は上手いんですけど、もうあのちゃんと遊べるようになるまでたどり着くっていうところも、<laughs> まあ、それぞれで面白い。いや、すごいな。<laughs> はい。 はい、やっぱみんなでワイワイあのこうお笑い芸人さんなのでちょっとこうきつい言葉も掛け合いながらなんですけどそういうふうにして楽しむっていうのはやっぱり面白いですしその、なんて言うんてうで純粋にゲームを遊ぶというかこうみ見てもらうゲームプレイを遊ぶっていうののすごく、うん、えとお手本になるというか「そのアマグアス」なんかが結構人気なんですけどその番組では女性芸人と男性芸人がど,ど,っ,ちがどっちかがいえっ、ー、と 人狼ななんんんでですすけけれれどどども、も、インポスター,ーどっちを信じるんだ、はい、みたいな局面になった時にこう、うん、それは男性の方がと犯人だったんですけど、うん、ちょっと女の人ってこういうあの嘘を言うから怖いよね <laughs> みたいなすごくこうステレオタイプなことを言うんですけどそれに説得されてしまうみたいな <laughs> <laughs> 全然ロジカルじゃないしなその攻略っていう意味ではそんなにあの意味がある行為ではないんですけども。 見て楽しいゲームプレイっていう意味ではなああこういう人いるよねみたいなところも含めてやっぱりそのゲームのプロではないかもしれないけどやっぱりその人に楽しんでもらうプロっていうもののなんか凄さみたいなものはすごく感じますねなるほどな <laughs> はいいや結構確かに芸人ってまあスポーツとか他でもそうですけどまああのネタを拾いに行くときあるじゃないですか <laughs> やっぱ笑いを拾いに行くみたいな <laughs>、はい、あれなかなかやっぱこう やらないわけでだからそういうのでねあの逆になんか「なんでお前今絶好のチャンスだったのに笑い拾いに行かねえじゃんみたいな笑いみたいな。<laughs> チャンス概念が違う。そう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 。なんで勝ちに行くねんみたいないいですよねそういうの。結構そのなんて言うんでしょうね普通のスポーツもそうだと思うんですけれども、うん、競技としてのスポーツ本当に真面目にやれよみたいなところと、うん、そのな。 裾野としてのスポーツ、みんなが楽しむっていう部分のスポーツっていうのって、結構、その両立するのって意外と難しいなっていう場面が、多分ゲーム、e スポーツのでもあったかなと思うんですけれども、うん、まあ本来的にはみんなゲームって楽しくやってたものだよなっていうのも含めて、ちょっとあの、そうですね、確かに。 たまにもストリーマーでも、その、なんか、ちょっとネタっぽいプレイのものがあるっち <laughs> ゃあ,あるんですけどね。うん。そうですね。確かに。あと、やっぱり、なんかわかりやすく、その、すごい切れてる映像とかだけクリックされて、やっぱり、まとったりするんで。はい。そういうところ、やっぱ、そう、見たいっていう人は全然いるんですけど。でこれ、あの、番組見たら、やっぱ対戦ゲームが多いですね。あ、基本的には。そうですね。みんなでワイワイやるっていうコンセプトだからかな。 はいあのまあ、パーティーゲームとかもあるんですけど結局、やっぱりあの順位を決めるっていうのが多いですね、まあ、あとは視聴者も参加しやすいっていうのもありますしこれなんかちょっと空気読めずにあのなんかアドベンチャーゲームとか持ってったらどうなんだろうって逆に考えますから、ね、<laughs> 編,集編集が。<laughs> バルハラとか持ってっってて まあでもそれはあのアリの課長が一人でやってるみたいな CX の方ですかはいバルハラ放送コードに引っかかりまくる多分バルハラ放送コードに引っかかるねそうですねでもなんかアドベンチャーゲームをやりつつみんなでなんか会話してのを見たいっちゃ見たいかもしれないそうなんですよね私もでもはいしん坊のゲームとか見てたの楽しかったですからねそのゲームセでしておいしん坊ねおいしん坊のゲームちょっとあんまり面白いゲームじゃないじゃないですかでもなんか見てる分にはやっぱり面白いというかまあ確かに まあゲーム実況だと基本一人が多いんですからね。はあ、<の>なるほど。はい、このメンバーで。なんかアドベンチャーとかやってたら、ちょっと雰囲気はそれはそれで面白いですけど。はい。あ、でも一個重要なのは、やっぱりある程度上手くないと、面白くならないっていうのも結構重要な視点かなっていう。ありますね。あ確かにね。操作わかんない人とかだったらね、<laughs> もう見てても、番組が成り立たないレベルになっちゃうから、ね。<laughs> そうですね。まあ編集のこう魔法みたいなのもあるんですけど、それでもやっぱり。なんかこう、盛り上がりどころまでたどり着かないみたいなところもあって、まあそういう結構その如実に出ます。 <laughs> なるほ <laughs>、はい、ありがとうございます。もう一回番組は。有料、はい、<あ>しそうだ。今からお毎日でゲームしないです。はい。直球ですねタイトル。はい。<laughs> はい、はい。じゃあ次は鏡さんですね。 はい、えー、っとどうも、なんか、えー、僕、さっきも言いました、本職はシナリオライターなんであの、小説読むのが好きなんで、ちょっと今日は小説進めようと思います。えー、っと何冊か持ってきたんですけど、まず、えー、っと先週も話したあれですね、あのスウェリーさんの、ディ,ア,ディア,アンビバレンスあ<ー>えですね、口ひげと魔女とつられた遺体、まあ、これはもう、もろあれですね、えーっと、ゲームクリエイターが書いた書つですね。 僕ね、ゲームクリエイターが書いたシリーズ、そんなに多数出てないと思うんですけど、すごい面白かったですね、これは。はい、あの、それって、セルイさんのゲームの中の世界観と絡むところはあるんですかいや、えー、っとですね、一応、ザ・グッドライフの姉妹作とは言ってるんですけど、えー、っと、関係ないです。関係ないんですけど、うん、<だ>独立してるんですね。うん、そう、独立してるんですけど、設定はいつも通りですね。うん、えっと、あのー、 まあ、イギリスかな、えー、の片田舎であの図、えー、断殺死体が発見されて、えー、とその田舎の警察と一緒に、えー、とミステリーを解くっていう話で,でミステリー部分すごいしっかりしてて結構ハラハラします、はい。これ面白いです。これ単独で普通に面白い小説なんで、まあ、ちょっと描写が。 ハードというか、えー、っと、まあエグい、エグいところがあるってことですね。そう,そうですね。あの、セロがいないから、かなりき放題やってるあ感じですね。はい。そういう意味では、あのスウェリーさんのや,やばいところ、暗いところが読みたかったら、もうぜひおすすめって感じですね。はい。で、あと、そうですね、ミステリーだって一冊だとこれで。あとは、鉄板っちゃ鉄板かもしれないですけど、まああの、メタルギアの、あの、 あれですねガンズ・オブ・ザ・パトリオットのノベライズをやってます、えー、っと伊藤慶画さん。んはいまあ、これもあの、まあ、ハーモニーこれはハーモニーっていう小説なんですけどうん、うん、こっちガンズ・オブ・ザ・パトリオット。まあ、この人、まあ、言わずと知れた、まあ、オタクなんで本当にむっちゃゲーム、まあ、アニメ漫画等々映画等々そういうサブカル文化大好きだった人で、まあ、これ伊藤慶画記録っていうあの生前の、えー、っとブログとかをまとめたやつなんですけど。 まあ、そうですねうん。ゲームオタクだったら楽しいと思いますね。まあ、ちょっとね、時代、えっと、10年以上前の、えっと、作品が多いんですけど、やっぱり。でも、やっぱ面白いですよね。その、えっと、すごくゲーム的あのだし、まあ、そもそも、ガンゾ s o ザパトリオットは、えっと、メタルギア4のそのまんまの話なんでね、あの一部変わってますけど。まあ、なんで SF 入門 SF 小説入門としてもうハーモニーとか虐殺機関すごくいいんじゃないかなという意味で、まあ、僕も大学時代ここから入った口なんでおすすめですね。はい、おすすめいまああの SF の設定の中でも基本的には、まああのー、小島さん的な世界観がもろに影響してる感じですよね。 ううん、虐殺機関なんかはもうまさにメタルギア的な、えー、っとああいう近未来の、えー、っと超,超近未来ですねす、すごい最近の近未来のお、まあ、軍事 SF ですよね、いわゆるその平坦、まあ、つまりその戦士あの、ソルジャー一人一人がどういうことを考えているかっていうのを自然、まあ、的に書くっていう小説なんで。 まあなんか、うん、嫁は、まあ、ほとんどメタルギアで頭で再生できそうですもんねほとんどねそ,そうですそうですはい <laughs> でまあそれでさらにもう一歩踏み込むとまあやっぱりあの海外 SF を <laughs>、うん、<laughs> おすすめしておきたいのがあって SFSF SF なんか完全に沼に引きずり込,込むと,、ね <laughs> まあ、とはいえまあ結構メジャーなやつからいいかなと思ったんでまず1個がこれですね えっと、ハーラン・エリスンの「<ー>えっと世界の中心大を叫んだけもの」っていう短編集、えー、エヴァのタイトルで有名なんですね。すね最終回、はい、エヴァのタイトルで有名なんですけど、全く関係ないということで知られている。<laughs> でしかも、これ短編集の一編目がその「世界の中心大を叫んだけもの」うん、兄弟作なんですけど、それがむちゃくちゃ難しいんで、最悪読み飛ばしてもらってもいい。<laughs> ねはい、すげえ難しいんですよ、これで。でも他の作品はどれもこれも結構面白い作品多くて。うん で,で一番言いたいのが、この,あの短編集の最後に入ってる、えっ、ー、と、少年と犬っていう短編があるんですけど、<ー>これ、フォールアウトの元ネタなんですよね、えーあの。フォールアウト3とかのシリーズの元ネタでもろ、えっ、ー、と、世紀末の世界を、えっ、ー、と、少年が、えっ、ー、と、犬と一緒に、えっ、ー、と、まあ、この犬喋るんです。そう,すね、そうそう、犬喋るんですけど、<ー>そいつと一緒に、えっ、ー、と、 旅をするという話で、まあ、あの、描写しか出てこないんですけど、普通にミュータントとかいます。そういう感じで、えー、っと、これ、フォールアウト好きだったら、もう読んだ方がいいですね。あの結構、オチもちゃんとしっかり面白くて、あの、いい,い,い短編ですよ、これ、少年と犬。はい、映画にも読んでます、はい。っていう。まあ、あのー まあ、特に洋芸だと SF 小説から着想を得た作品は結構いっぱいあるとは思いますけどね。そうですね。はい、海外のも、まあ、それこそホールアートみたいなビッグタイトルとかは、うん、えっと特に SF からの引用が多いですよね。はいうんうん、その辺はなんか向こうの人とか向こうのオタク的な教養になんか共通しているとこだとは思うんですよね。 もある種我々がその近代の明治文学とか読めって言われるのと同じぐらいの感じで、まあ、あ,のある種ね、そういう SF 黄金期の作品はサブカルの人からしたらね、そ、えっとまあ、うですね、うんまあ、もちろん,なんか単純にあのあ、まあ、アメリカの SF はいわゆる分かりやすい冒険ンみたいなやつもいっぱいあって、やっぱゲームにしたら面白そうってう単純に思う作品はいっぱいあるから、んなんかその意味ではやっぱりその。 なんかゲームカルチャーにつながってる部分がやっぱり非常に感じられますね。おそらくかコミコンみたいなところでなんかそういうファンが一緒にいて、うん、まあよく言われるのはボードゲームの世界もそのコミコンとかで盛り上がっててファンタジーももちろん SF とともにあってでその人たちが RPG みたいな もう作ってきたっていう歴史もあるから、うん、まあそこは結構わかりやすくなってるけど逆にその日本のかいあのなんか昔っていうか古典の SF からゲームになってるものってありましたっけ日本のの古典の こ小松左京とか <laughs>、まあ。古典の SF っていうくらい共通したものがないのかもしれないですよね。<laughs> はい、そうですよね。まあ古、ねはい、星新一、筒井康隆とか。まあさ比較的新しいやつだったらだから日本沈没とかをゲームにするとかかもしれないけど、小松左京とか。沈没 <laughs> ね、難しい。ゲームなんないもんね。<laughs> ね <laughs> まあなんかウリソスカルみたいな話ですかね。<laughs> <laughs> まあもしくは絶対絶命都市みたいになるんじゃないですかね。<laughs> <laughs> まあ、そうですよね。まあ多分その、うん、なんていうかやっぱ。 その難しいですよね。多分チープになっちゃう部分あると思うんですよね。やっぱり、はいうん。すごい。そこをどう料理するかっていう。まあ探したらありそうですけどね。あ一応だから、亡、うん、国のイージスとか作ってた福井さんの小説は、多分同時期にゲームが少しあった気がしますけどね。確かに。あそれで、あ、でもどうなんだろう。まあそれで言うと、あの、えっと、大阪浩さんでしたっけ?「オー、はいはい、ルユー・キル」とか、まあああいう、はい、つまりそのゲームっていうものの、えっと、 なんでしょうねそのメカニクスでもないけどルールですかね、ゲームのルールみたいなものって、うんまあ、つまりリセットしたりやり直しになるであるとか、うんまあ、セーブロードであるとか、そういうものに着目した小説っていうのは多いですよね。はいまあ、ゲームから影響を受けたっていう方が、<ー>むしろあるって感じでしょうかね。そそうでですすすねねんな気はしまあれもいい作品ですよ、はい 映画もよかったです、ね。そっか、世界的に一番影響を与えたっていうのは、実はこれ SF って言ってもちょっと SF なだけですけど、バトル・ワイヤルがある。あのー、あ、なるほど、なるほど、確かに、そうですね。はい、むしろ一大ジャンルを作っちゃったところはありますけど、ね。ま <laughs> <ん>あ、でもまあそうですね、あれは確かにそうかもしれないですね。うん、バトル・ワイヤルはちょっとその作品自体が過激ってこともありますけど、うん、ゲーム化したら結構すごいそうですよね。うん、確かに。あれは。 まあ、ルールの部分っていうか、着想があったっていう話はしてますからね、PUBG の人がね。そう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 。まあ、そうなんですよ。まあ、もちろん、このバトルワーモノ自体は、海外にもいっぱい似たような作品があって、まあ、もちろん、ハンガーゲームとかは海外で測ってたんだけど、うん、やっぱなんか、すなんか、その、あの PUBG 作ってるプレイヤーアンドーンさんは、バトルワーエアへの思い入れは結構強かったらしいですよ。ん <laughs> なんかそ、その、ね、そう。あの、なんか、 最初から武器が用意されてるのか拾うかみたいなところのゲームデザインにおいてなんかバトルワイヤルの方を採用してるみたいなあの話なのすごいディテールの部分ですけど確かにそこは結構重要ですよねはいまあ <laughs> ハンガーゲームとかそういったやつだと最初に一旦みんな集まってここから好きな武器を取ってけみたいな話だったと思うんですようんうん バトルロワイヤルって気が付いたらどっかにいてみたいな設定で <laughs> その辺にあるもので戦わなきゃいけないっていうのがすごい細かい違いがあったりす最初に持たされるものもちょっとこう武器に使えるものだったりそうじゃなかったりとかして、はい、運要素強いですよね。確かにそうですねいやそう、まあ、バトルワはあのなんかウェットにしなかったのが良かったような気もしますね原作とか映画って結構それぞれのドラマみたいなのちょっとやっぱや,やるじゃないですか当然。<laughs> そうじゃなくてもう本当にデスゲームにして <laughs>、まあ、まさにあのルールルールだけを借りてきたみたいな感じの方が良かったのかもしれないですねそうですねまああの小説っていうメディアだとどうしてもキャラクターの話とかしなきゃいけないけどあのそうそうバトルロイヤルっていうゲームのルールがーなのかできた時もうマルチプレイで100人レベルの人が同時に体験できるっていうのがあったからもはやだからか参加型っていう発想にはなってるんですけどただなんか面白いのはこの いわゆるゲームにおけるバトルワーモっていうのが進化している過程でなんかサ、マルチプレイのサバイバルゲームって非常に流行ってて、<laughs> あのまあ、いくつかそういう作品の影響もあるんですね。そっちの方は、なんていうかな、ちょっとあのなんか物語体験みたいなのを重視してて、やっぱりそのたまたま出会った人と、まあ、あの逃げるか戦うかみたいなのをあのあの体験させるような内容のものが多かったんですね。まあ <laughs> あのウォージーとかあの辺のタイトルがバトルあの本当は PUBG の前に結構流行っててんん、うん、んまあ特別変異ではないとそうですね結構あのいろんな歴史があって紆余曲折あってまあ最終的に流行ったっていう感じです、うん、なるほどなるほど、はい、まあそれはかなりゲームの話ですけどじゃあ、えっと、一周したんでもう一回私に戻りましょうかはいそうですね今回あのゲーマーにおすすめする〇〇ですが まああ,のまああの私、まあ、あのゲーム以外の趣味としてはまあ音楽が、まあ、かなり好きな方なんですがうん、うん、音楽はジャンルが幅広しすぎて特定のものをおすすめするっていうのは難しいんで、まあ、これは前からもまあこれも言ってるかもしれないですけど、まあ、サービスとしての,、ね、のバンドキャンプの魅力についてちょっと与えて、ね、バンドキャンプはご存知の方もいるかもしれませんが、えー、と音楽配信プラットフォームでしてあのー 実は一番近いのが、あの、スチームだと思うんですよ。あへえーあの。音楽版のスチームだと思ってくださいっていうのがあって。っていうのは、えっと、今、音楽のサービスってもうほとんどサブスクリプションになっちゃうじゃないですか。<laughs> まあ、えー、映画もそうだけど、まあ、時代はサブスクですよ。うんうん、ゲームパスもあの出てきて、もうゲームもサブスクなんですけど、このサブスク時代に見直してもらいたいあの、一つのコンテンツを買うという体験。 <laughs> でこれね、なんか一見、単にあのお金無駄にしてるだけじゃんってところはあるっちゃあるんだけど、ただね、そのサブスクになると何がつまんないかっていうと、この音源を買うか買わないかっていう選択がないんですよ。つまり、s ポ o ティファイで好きなアーティストとか見つけても、<ー>お気に入りとか自分のライブラリに突っ込むだけで、なんか言ってしまえば所有した感覚にならないと、んん当たり前だけど。 で、まあの、バンドキャンプはあの一貫して、あのその個別の,あのトラックとかアルバムを販売するってことに、なんかすごいあの、えー、と意識を向けたサービスでして、まあ、なぜそうなのかっていうと、まあ、要するに固有のアーティストをサポートできますよっていうことなんですね、対、ま、位、あ、名分的に。 まあでも実際それはそうだと思うし、なんかその自分がよく聴いてる音源の中でも別に無料でも聴けるものが大半あるんですけど、まあこれはもってこれは自分で買った買わないっていうのができてくるのは、まあ、あの CD とかで音楽聴いてた自分にとっては非常に面白いというか、重要な体験なんです。うん、あともう一つ重要なことは、えー、とユーザーそれぞれのライブラリーもえーと公開されます。 <laughs> だから自分が友達の人の何こいつ聞いてんだろうなっていうのをチェックしたりあこれ買ったんだってチェックしたりするってできるってここは STEAM とすごく似てますね。<laughs> なるほどでレ、レビューも書けるし、レビューもアマゾンレビューみたいな形じゃなくて、ちゃんと買った人だけしか書けない形になってるから、<laughs> あのー、まあ、あまり日本人いないから、日本語のレビュー見ないんですけど、まあ、あの面白いし、やっぱ、レビューついてるやつはすごいファン多いんだなとか思ったり、まあ、そういった意味で、全体としてのプラットフォームの魅力があるんですけど、<ー>まもう一つ言うと、まあ,あの、ゲームのサントラがいっぱいあります。 あなるるほどサントラ単位ででいいろろあるってことですねそうですね。特にインディーゲームはすごく豊富で、大抵のインディーゲームは、もはやバンドキャンプに音源上げているのがほとんどですし、その面白いのは、バンドキャンプっていうのは,は、も、えー、ともとはアメリカのインディーロックとか、あインディペンデントな音楽を、えー、と普及させるために始まったサービスなんで、バンドキャンプの,、えー、とそのプラットフォーム側の趣味っていうのは、 やっぱインディーロックとかあとはまあまあクラブとかまあジャズとかもかなりあるんですけどまあいわゆる音楽好きのあのジャンルなんですよ。<laughs> でまあそっちはそっちですごくディープで音楽好きな人だったらすごい面白いプラットフォームで新しい音源探すには楽しいんですけどなぜかというかまあ都合が良かったからなんですけどあのインディーゲームがあの流行る時代とともにスタートしてるのであの、えー 手っ取り早くあのサントラを公開できるサービスとしてバンドキャンプが選ばれてきて、うん、あのこれまであのバンドキャンプの,あの,なんかその総合売り上げランキングみたいなやつに何度もそのインディーゲームが食い込むことが珍しくなくて。うん、なんで、例えばあの普通にベストセラーって言ってもいいあのサントラでいうと、マインクラフトのサントラとかね。こ<ー>れもかなり初期からあのなな何度もランキングに入ってきますね。 まああれ実際にアンビエントミュージックとして相当あのいいアルバムですけど C428 っていう弾き方がえとやってると思いますね。あと、人気があるえと人だと、バルハラもやっぱすごい人気でしたね。ああ、いいですよね。バルハラに関してはオリジナルサウントラックプラスえとまあアレンジ版みたいなものもあったり、そういった形でその ゲーム作ってる人とは別に、その作曲家の方が自分で音源公開することがほとんどなんで、うん、の逆に言うと、他の作品もすぐそこで知れるってことですね。そのコンポーザー単位で聴けるっていうのもいい。<ー>あと、もちろん、セレステとか、あと、えー、トビー・フォックスですね。トビー・フォックスは自分で作ってるんで、うん、デルタ・ルーンとか、まあ、そのあのアンダーテイルとか。で、これ面白いのは、そのゲームと、 なんかその音楽の世界、まあいわゆるインディー音楽の世界っていう、その間の作品も結構あって、間が何かっていうと結構説明しづらいんですけど、まあインターネット系の音楽なんですけど、いわゆるそのベーパーウェーブとかもかなり、あの、基本的にはあのいっぱい入ってるし、あの、トビー・フォックスとかって、あの、あの、えー、アンダーテイルで有名になったゲーム作家なんですけど、もともと音楽作ってたんですよ。 で、それが、なんか、何の音楽を作ってたかっていうと、あの、まあ、その、えっ、ー、とね、名前が出てこないぞ。ホームスタックっていう、あのウェブコミックがありまして、英語版でずっとネットのかなり初,初期からあの配信してる、まあ、なんかぶ、見た目だけ見ると、すごい下手くそな絵の漫画なんですけど、<laughs> のあのホームスタックっていうのは、基本的には、まあ、 アニメで言うとアドベンチャータイムみたいなもんって言えばいいかもしれないけど、<ー>アドベンチャーゲームを模した世界観なんですよ。なるほど、なるほど。で、このホームスタックっていうのは、実はあの、英語圏のお宅にとっては超重要なコンテンツで、ーホームスタックのアルバムっていうのがいっぱい出てるんですよ。へ、えー、そのウェブ漫画なんだけど。で、そのホームスタックのアルバムとかの音楽制作から、あのおそらくそのクリエイターとして始まったのがトビーフォックスなんですへぇ<ー>キャラクターかわいいですね。 そそうそうホームスタック、実際可愛くて、日本でも少しファンがいてあの、ゲーム化の話があったんだけど、あれなんか、クスターで金集めて結構出たのか出たのか分かんないぐらいなんですけど、まあ、いずれにしろその海外のインターネットカルチャーがもろに出てくるプラットフォームなんで、あのバンドキャンプ見,見ててなんか、なんかこのアルバム流行ってんなと思ったら、なんか向こうのインターネットとかで話題になってるものだったりすることは結構いっぱいある。なるほど、レディットとかってことですね。 レディットとか、まあ、そういうとことか、あとは、えーとまあ、そのウェブマガジンとか、うとかそういった場合もあるし、あとフリーゲーム、海外で人気あるフリーゲームとかのものが上がってきたりもしますね。いやー、いけてるね、いいですね、これ。あれ、サウンドクラウドとはあれですか、やっぱ違いますサウンドクラウドはね、<ク>あくまでもあれななんていうかな商品を売るサービスというよりも、自分のトラックをみんなに見せて、うん、なんか反応を待つみたいなところがあって。なんか,その確かに 基本的にはそのレコード屋さんみたいな雰囲気じゃないですよね。うん,う,んうん。でもあの、あの、バンドキャンプっていうのはどちらかというとちょっと古臭いあのシステムっていうか、アルバムごとに一つのページができててで、アートワークがあって、あ<ー>まあ、場合によっては、そのフィジカルのレコードとか CD もカ,カセットテープっていうのも販売してたり、あとはあの <laughs> グッズも販売してたりするんですよ。<laughs> あなるほど。じゃあ、ちょっとちっちゃいお店じゃないですけど、その人のスペース。 いわゆる同人のイベントスペースみたいなのピクシブがやってる、はい、なんだっけえーとブースですね。ブースみたいな感じブースみたいな感じそれで、まあ、あのウェブデザインもすごいシンプルだし、まとまってるし、うん、まあ私にとって何よりも重要なことは、アーティストごとにちゃんとまとまってるから、その検索したりするときも便利だし、メタ情報もちゃんと書かれてるので、そのアーティストがどこ出身かとか、うん、あとはの、あ これタグ機能は結構なんかあの乱用されてるんですけど、あの、<laughs> 勝手なジャンルの名前作ったり、あとゲームの音楽はちゃんとビデオゲームミュージックって書いてあったり。いいですね。で、あの、そういった意味では音楽をディグる楽しみは、まあ、インターネット上では一番ありますね。なるほど。まあ、うん、Spotify とかは確かに気軽なんだけど、どうしてもね、あの、なんか、 なんだろうあんまりね、検索性が良いとも言えないし、<ー>情報がね、ないんですよね。このアーティスト、誰だよっていう感じになって、気になった人はいた。そうですね、まあ、確かに。まあ、ちょっと、あれですね、ドライですよね。ドライだしあのあの、バンドキャンプの場合、ツイッターとか他のソーシャルアカウントがあのまとまって書いてあるんですよ。で例えば気になった人なんかこの 音楽なんかゲームっぽいなって気になって調べていくと実はその人ゲームに関わってたりとかいうことがあるのでうん、うん、極端なしあのあのたまにイインンンンデディィーゲーゲゲムムとかかはバンドキャンプから発見するるーーがあるおーまあでも確かにそのインディーゲームで印象的な音楽聴いて<っ>この曲を作ってる人って他のゲーム作にもかかってるのかなって思った時に結構あの検索し,しづらいというかそこ。うん たどり着きづらいっていうのは本当にいつも感じてることだと思うのでうんそうですねであとそういった意味でやっぱり最近そのなんていうかなゲーム音楽っていう形のものはそのやっぱり音楽としても人気が出てきたんだけどその人気のゲーム音楽作家っていうのはインディーのシーンでも結構はっきりしてくるんですねまたこの人にあの仕事が行ったよって感じになる <laughs> なるほど <laughs> すごいインディーズ有名人で、ね、<laughs> <の>そうなんですよあ,のあります、ね <laughs> ちょっとしいですあ<の>。<laughs> バルファラをやったガロードさんも、はい、まあやっぱり人気コンポーザーで、はいはい、その後そえっと、ヤッピーサイコっていうゲームとかのスタントとかもやってますし、いや、いいな。いあとは、えー、っと、例えばサウンドトラック、まあ、あとこれじゃあの、ジャンルによって相当できるのもいいですね。<laughs> 他にはですね、まあそうですね、あの、セレステの えー、コンポーザーのレナ・レインって方ですけど、まあ、彼女は結構あの大学も音楽関係のところに出て、かなり若い人ですけど、セレステ以外もいくつかのゲームとかを参加してるのも見えますし、そのゲーム以外の,あのアウトプットも結構良くて、セレステ以外だと最近はチコリーっていうゲームとかもやってますよね。あ,あの人、どうですか、あの、ショベルナイトとか、あの、アンチアンティーとかの。 あの、彼はまあ、そもそもかなり有名な人で、えっと、<々>名前が出てこない。えっと、カウフマンですね。あそ,うそうそうそう、カウフマンです、ね。あの、彼は、あの、あの、そもそもウェイフォワードっていう開発会社のハウスインハウスの、うんえー。開発会社の中の、えっ、ー、と、作曲家なんですけど。あの、っいいぶっちゃけ、あの、向こうのチップチューンの世界ではもう、あの。 神,神みたいな存在です。<laughs> 最高ですよね。<laughs> ジ,ェジェイク・カウフマン、はい。ジェイク・カウフマンは、その、そうですね、そのチップチューンの音源を使いながら、クラブミュージックみたいなものを鳴らせる中ではかなり良くて、うん、まあ、私は特に、マイティ・スイッチ・フォースが彼の作品の中では一番好きなことをやれてるなと。ただ、やっぱり、あの職業作曲家みたいなところがあるから、まあ、シャンティーの時は、なんかそのアラビアンっぽい音楽をして、 あの、あの何だっけその何ナイツだったっけショベルナイト、えー、ショベルナイツか。ショベルナイツは結構あの昔ながらのジップチューンにかなりあの抑制されたあの音楽を作ってる感じがしますよね。なるほど。その辺も全てバンドキャンプにあるので。うん、あと、ジェイク・カウフマンに関してはやっぱすごいファンも多いから、えっ、ー、とね生あの、生演奏でジェイク・カウフマンのあの、 収録したものもありません、ね。なんか、要するにオ、OK、ケアレンジみたいなやつ。<laughs> それも素晴らしかったですね。あれは確か、シャンティ、どの楽曲でやってたかなえー、っと。あ、ごめんなさい。すぐ出てこないわ。まあ、なんか結構ね、アレンジとかリマスターとかリミックスとかも作ってるんで、まあ、バンドキャンプ楽しいっすよっていう。うん。ど見てみましょう。はい。 はい、すいませんじゃあ次今もう「総裁地課長」っていうドラマにするかとネットフリックスの最新のあのルッソ兄弟の「グレーマン」にするかちょっと今迷ってたんですけれどもせっかくなのであの総裁地課長の話をしたいんですけれども <laughs> <う>総裁地課長はですね、えー、とこちらもテレビなんですけれどもテレビドラマのシリーズでして、えー、最近枠がな、えー、と今やってる「遺留捜査で最後の」の、えー、テレ朝の木曜 く9時枠か木,木曜8時枠っていうのでやっていて内藤隆さんが主演の、はいえー、ドラマなんですけどすごいヘンてこな、えー、とドラマで捜査一課長って捜査一課で殺人を捜査する刑事、うん、警視庁の殺人家のトップの人が、うん、主役の話なんですけれども水戸黄門みたいに同じフォーマットでず毎回話が進んでいってまずヘンてこな死体が発見されて例えば、えー、とスーツが全然合ってないご遺体みたいな感じで。 最初に、えー、とつかみとしてご遺体が発見されてもどんどん、えー、と話操作をしていくっていう話なんですけどもまあそこで、えー、とやっぱりゲーマーはみんな猫が好きだと思うのであのかわいい猫ちゃんが必ずあの <laughs>、まあ、毎回入ってくるっていうところが見、まあ見所の一つなんですけれども、えー、と最新作では、えー、と2二匹猫が増えたので<ー>それも嬉しいんですけれどもいえと、はい、ナイトザカシさんの、えー、と事務所の、えー、社長の猫だそうです。<laughs> えー、<laughs> なんですけど最終回でえっ、ー、と。えーと ああいった刑事ドラマとかって結構あの時事最新時事みたいなのを入れるのが好きなんですよね。相棒とかもそうです、うん、はい。まあ、割と、はいえっとまあ、最近ここに三年 VR が流行ってましてその刑事ドラマの中で <laughs> 相棒でも出てたんですけど、<laughs> そうなの。全然知らないな。そう VR をつけて操作するっていうシーンが相棒でも見られましたし、<laughs> あの総裁次官長はそのシーズン最後のシーズンでえっと最新のシーズンでちっと VR がテーマだったんですけれども、うん、最終回がですねその。 なんか見てすかこんな殺人事件は起,起こせるはずがないみたいな話をずっとしてるんですけれども、まあ、最後の大ネタとして、うん、捜査一課長が捜査していたのは、まあ、ネタバレになっちゃうんですけど、まあ、テラサでみんな見てください、えー、捜査一課長が <laughs> 捜査してたのは、えー、VR 世界での殺人だったっていうネタバレあ,<ー>あの SF はその こう割とこう最近その架空世界のえ映像と現実世界を両方やっていくドラマって例えばフリーガイとかライアン・レイノズのあったと思うんですけれどもまあ分かりやすくこう区別できるようなこうアイコンみたいなのが絶対あると思うんですよねこっちはあ今 VR 世界なんだなとか今こっちは現実世界なんだなっていうのがほぼなくてですねその VR 装置をつけてたら現実世界っていうぐらいのえ区別の仕方しかなくてですね<あ>。じゃあジジョジストリックみたいなもん この2つの殺人事件があってこっちは VR、えー、こっちは本当の殺人事件だけど両方本当のの殺人事件のよよううに見えててたたっていうっい結論だんですよねあまりにも分かりづらくてあのネットの反応見たらすごい <laughs> で皆さんあの VR っていうのもちょっと分か,分からない人もいるじゃないですか仮想世界で実際にこう生活しているっていうものが、ねねはい、と割とこうその刑事ドラマの客層的にこう合ってないっていうのもあって結構みんな怒ってる。 っていう,ような反応もあったんですけれども, <laughs> でも私は本当に感動してしまいましてそのなんていうかその今最先端の技術でこういうあの面白い話をやろうっていうことを作るっていうのですごく感動してしまいまして、まあ、なおかつそのドラマの中で、えー、とモブキャラというか同じプログラムされた同じ行動しか取れないキャラクターが、えー、ちゃんと自分の意思で動き出すっていうフリーウェイと同じようなその仕組みをやってるんですよね。 同じようなあ NPC がはいそうですねそれでこう元気になっていくみたいなところも含めてなんかすごくあの、えー、伝統的な刑事ドラマの枠の中で新しいことをしてるっていうのがすごく私は感動してしまいましてそうですね<あ><れ>はいすごいあれですね意欲的というかはい、はいうん、まあでもあのやっぱテレビを見てるとやっぱりその今現在こうゲ,ゲーマーは割とこう最先端のこうテクニック ノロジーみたいなものにすごく敏感だと思うんですけれども、まあでも世間一般ではこうゲームの印象ってこんな感じだよねとか、VR ってこんな感じだよねみたいなののその流れというか、大多数のイメージみたいなものもちょっと分かって、うん、そういう意味でもちょっと興味深いですね。まあ逆にそれぐらいにはあのいなんか、なんかみんな普及したと思ってたんですね、制作が。うん、ああ、そうかもしれないですね。まあ、話題だけだったら一人歩きしてるみたいなのあるでしょうね。はい、そうですね <VR S 2> <laughs> このドラマの素晴らしいところはその、えー、と N C NPC が同じパターンをしているっていうところで言うとその刑事ドラマだってその毎回犯人があの死体が見つかって捜査して犯人を追い詰めるっていう同じパターンじゃないかっていうところをきちんとそのネタにでもそうじゃなくてそのみんなが楽しいと思って一生懸命生きてるっていうその人生の繰り返し っていうものは、あの、一見同じに見えるかもしれないけど、すごく尊いものだっていうような、こう一段階上のこうメッセージをまた発してるっていうのも、またちょっといいところだなっていう。ここまで深いんですか、ね。<laughs> <laughs> はい。<laughs> <laughs> <laughs> ただ、もうあの泥シりがかなりヘンテコなので <laughs>、まあそうですね。なんか vr で操作するってのは、<laughs> まあデトロイトビカミヒューマンみたいなもんと考えればありそうだけど、なんか映像にすると極端にチンプンになりそうな不安感しかないですよね。 <laughs> ですね。あのー、あのあ<ー> VR の表現っていうのも、ねその、なんか自動販売機で、えっ、ー、とスマ、電子決済をしたら大福が出てくるみたいななんかちょっと,となんか奇妙な感じの表現なんですよね。しかも <laughs> <の>映像的に変化感がやばいし、ね <laughs>。映画館映像的に変化はないってことは、グラフィック的にはむしろあの今の VR よりもあのはるかに進んでいる、ね。はるかにその技術が進んでいるんです。<laughs> うん、でもアンバランスが。はい、うん 劇中でこういう VR 経過が進んでいますっていう資料が出てくるんですけどそれはすごいなんかポッカ的なローポリム 3D なのでな <laughs> ますます混乱するんですけどあ今、はい、あのほんとに、まあ、VR はもうだいぶ皆さん普及したっていうか <laughs>、うん、概念としては全然理解してると思うんですけど。 メタバースとかがなんかこんだけなんかガンガン言われて、まあ、政府もウェブ3.0とかよくわかんないこと言ったりするところもあるから、うん、メタバースみたいなものは全然じゃあ今後もドラマに入れられると。だからアニメだったらむしろさ、ソードオンラインみたいなあが全然あるわけだから、あ,はい、あれだけど、刑事ドラマにメタバースが出てくるみたいなものになる。<laughs> いや、まあ、全然あるあると思いますね。本当にその メタあ別二つの世界があってみたいなのは全然あると思いますし、多分やっぱりそういうドラマの脚を書く方っていうのは新しい見え方みたいなのは本当に力ま,、うん、まあいくらだとはいあれですよね、はい、そういうジョーズストリック出せますもんね逆にだから,、ね、からはい視聴者の層としてこう、うん 擦り合わせていいくことが結構難しどれぐらいが分かってくれるかってことですよね。うん、しかもなんか尺とかが決まってるとかで、ね、だから小説とかだったらもっと詳しく説明はできるかもしれない。ちょうどその話をしようと思ったんですよね、<あ>そのままあ,そののあえー、っとね、いいの別の話を用意してて、で、今ちょっと思いついたのが、えー、っとちょうど僕の、まあ、名優というか、えーっと、友達に柴田勝家っていう政府作家がいて、まあ、すごいずっと仲良くしてるんですけど。 えと彼がえっと書いた短編小説で、雲南省数族における VR 技術の使用例っていう短編小説があって、えー、これ、Kindle 単体で買えるんですけど、これは僕が読んだ VR 系の小説の中では、うん、まあ、一番面白いと思ってます。あ一番面白いし、一番新しいですね、あの、描写とかあは。はの。 ちょっとパーって出てきたんで説明、はい、読んでみますこれ非常にいい作品ですすごいや、まあ、総裁次官長はあのテラサで見れますので皆さん見てください一番気になるな <laughs> はいまあ、なんかね、はい、まあなんかテレビドラマみたいなコンテンツはまあそういう時実物を扱うっていうことは確かにあるとは思うんですけど、うん、なんかその意味では。 それこイースポーツとか、そうそうそたイースポーツ連続殺人事件とか。うやか。あと、NFT 詐欺とかをやってたら、あ、NFT 詐欺はね、ちょっとゲーマーですな、みたいな。わかりづらすぎて困る。何をイファイしてたんだ、みたいな。そうそう。そうですね、難しいですね。はい。じゃあ、最後、もう一度、かわりそう。はい。 まあちょっとね、えーっと、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、かなり近いジャンルで、意外とっていう、意外とっていうのがあって、えー、ボードゲームですねあの。ボードゲームはおすすめですあの。デジタルゲーマーにおすすめなのはボードゲームです。あのあ<ー>というのも、はい、まやっぱ、ボードゲームって本当にまあ当然ですけど、はるか昔から歴史があって、まあ、メカニクスであるとか、そういうルールとか、まあ、そのジャンルっていうものを切り開いてきたものなんですよね、やっぱ。 であの常にやっぱ面白いえー、っとそのみんなを悩ませるあの面白い作りが作られてきた中でまあ例えばパッと出てくるのがまあ昨今大人気のスレイザースパイヤーですけどスレイザースパイヤーライクスレイザースパイヤーですけどまあやっぱその下地にあるのはやっぱドミニオンっていうボードゲームがあってあのそのまあドミニオン自体もえー、っとまあいわゆる えとトレーディングカードゲームとかを、えっ、ー、と、ワンパッケージで面白くするっていう、あの、発想のもとにできてるんですけど、まあデッキ圧縮っていう部分で、ドミニオン、あの、ちょっと触れてほしいなというふうに思いましたね、その。あれですよね。まあもともと、だから、マジック・ザ・ギャーズレンみたいなデッキビルドゲームはあったけど、それをもう、その場では楽しめるようにするってことと、あと、そのデッキ自体をどう構築するのを動的にするというのが、うん、まあ一大革命だったという。 そ,うそ,うそ,うそれが、まあ、まさにドミニオンで、まあ、本当に今の説明してくれた通りなんですけど、まあ、それを、まあえっと、3人とか4人でやって誰が一番いち早く最速で、えっと綺麗なデッキを作って、まあえっとまあ、ボードゲームによくある勝利点を特定までにするかと点数を特定までにするかっていうゲームなんで、まあ、それをスレイザースパイアですと一、ねまあ、人でどんどん塔を登って敵を倒してっていうメカニクスですけどメカニクス、まあ、っていう作りですけど、まあ、ドミニオンだとみんなでワイワイ。 あのやべえやべえよって言うならねあのやっていく感じなんでまあある意味では先祖返りですけどまあちょっとそれは堪能してほしいなっていうふうに思いましたねだドミニオンおすすめです、はい、っていう話をしておきながらドミニオン普通にスチームであの売ってるっていうか <laughs> デジタルでやれるじゃんというのをあの話しながら気づきましたけど、はい、まあそうですね、まあ、大体がデジタル版はある感じですけど、はい、まあ人とやるとまあ別の楽しみがあるってぐらいですよね、うん まあそうですね。まあちょっとね、だから、えっ、ー、と、まあ、コロナの状況密度だとは思うんですけど、あまあ人と会う機会があったら、えっ、ー、と、アナログのボードゲームをやってほしいですし、まあデジタルで済ますっていうのもありだと思います。あの、まあ例えばシビライゼーションとかも、あの、まあはほとんどあれは、だから、まあ、アナログのボードゲームを機械が処理してくれてるだけであって、まあ頑張ればできるし、あと出てません、ね、確かね。 出たまあなんかデザイン的にかなりボードゲーム感が強い雰囲気はありますよね。ねはい、テ,テックツリーとかはなんかもう想像できる,る紙の場所るボード,ボードの,その隅っこにね、うん、あるとかね。まあ,あれの方が多分理解しやすいっていうのがあるんだと思うんですけどね。う <laughs> まあ割とそのアナログゲームってこう最初の一歩というか集まって遊ぶっていうところの部分でのこうハードルが高いと思うんですけどその点ではなんかこうアドバイスじゃないですけどこう。 こういういいいに入っっててくののはおすすすめみたいなのってあるんですか友達とどうやってやるかって問題ですね。はい、あまあ友達と、えー、っとまあ一つはボードゲームカフェとかに行くっていうのが一つですね。うん、その3、4人ぐらいで集まってセットで、はいはい、まあつまり麻雀のあれと一緒ですよ、雀荘と一緒ですよ。セットで行くかフリーで行くかっていう問題で、<laughs> あのまあセットで行って、一つのテーブル借りて、で、店員さんになんかないですかって、面白いないですかみたいな。えーっと こういういゲーム説明もしてくれますもんあルールの説明してくれるところもありますしまあ,あのちょっと読んだら分かるような軽いゲームもありますから、まあ、まずはそういうセットでいくのもありだし相、まあ、席やってるとこだったら、まあ、フリーでいってもいいのかなっていうふうにも思いますしねまあそういう感じでできるしまあルールの把握とかしたかったらえー、っとそのまあデジタルのえー、っと最近だとボードゲームアリーナっていうあの BGA っていうサイトがあって、それだといろんなボードゲームをオンライン上で遊ぶっていうことができるんで、まあ、そことかでまあ予習してもいいですしね。そこだけでもかなり楽しくいろいろできるんで、こっちもおすすめですね。はい、って感じですかね。まあ、あの僕自身はあの マダミステリーを作っっててるんであのぜひママダダミミスステテリリーーやってくれたらなとまはなおのこともう,もう一歩ちょっとプレイするのが難しいという印象ですけど。まあマダミステリーはそうですね。あのー、まだちょっと、まあ、やっぱりでもその分なんていうかこう用意結構ボードゲームってデジタルゲームと大きく違う点として、えー、と売りとしてその1回の体験の濃密さっていうのを大事にするっていう部分が強いんですよね。何何回も何回もも繰り返しやる ことも,ものではなくてね。うんうん、もうあるけど、まあ、どちらかというと、まあ、まだミスなんかは1回しかできないんで、ワンシナリオ、人生で。うん、なんで、まあ、ちょっと用意して、まあな,んならちょっとまあ聞かざるではないですけど、準備して読み込んできて、ちょっとこの時間に、じゃあ、テノでやろうって言って、こう最高の体験にするっていうのは、えー、っと、まあ、現代人あの、ある意味では忙しいと思うんで、その、えー、っと、まあ、ちょっとなんですかね。どうせ1回 あのこの日遊ぶ、みんなで集まって久々に遊ぶっていうんだったら、ちょっとまだミス、逆に挑戦するっていうのはありだと思います、ねまあ。イベント感が増しますよね。うん、そうそうそう。まだ、あ、そういう体験をちょっとおすすめしたいですね。はい、なるほど。ちょっとパーティーに参加するような雰囲気ですよね。そう,そう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 。まあそうですね。まあだからそういうのを開いてくれる人がいたら、結構それはそれで遊びに行こうかなと思います。 電話してくれた。電話してくれた。電話。S. N. S. からね。S. N. S.。D. M. してくれたら、まあ、ちょっと。はい。まあ。の僕のシリーズだったら、僕の作ってるシリーズだったら、えっと。都合つけるかもしれないです。はい。あの、まあ、ボードゲームというジャンルは、まあ、幅広くありますけど。まあ、あの、古典的なもので、あと、あの。 私は、まあ、将棋とかも好きとやしながああ、なるほど。伝統ゲームってやつですね。うん、まあ、古典的なゲームですまあ、伝統的な。まあ、ただ、あの、面白いのは、将棋は、まあ、うん、まあ、言っても平凡なんですけど、将棋について書かれた文章ってのは、古いゲームだからいっぱいあるんですよ。それこそ、さっきの VR のドラムとか最近しかないかもしれないし、ボードゲーム小説とかあんまないですね。まあ、宮内祐介さんの、あの、南条<ー>の夜という有名な小説誌があって、あ,はい、あれはいろんなゲームを取りやすかったんですけど、 将棋はおそらく日本文学の中で一番扱われているジャンルなんですね。しょうね。おそらくね。いくつか将棋を扱った小説もとか随筆あるんだけど、その中で私がなんかあの、これはね、現代の、ね、ゲーマーに読んでほしいと思っている文章がありまして、これはネット上に公開されているからすぐた,、はい、たどり着けないコーダ・ロハン、まあ、明治の文豪ですね。コ、はい、ーダ・ロハンの将棋の楽しみっていうエッセーがあるんですけど、はい、これがね、えー まあちょっとねあの昔の文,文体なんで読みにくいんですけどめちゃくちゃあのいわゆる対戦ゲーマーには響くこと言ってるまですぐ読めますに、ね、そう。短い、うん、要約しますと将棋のうまい下手はあるけど将棋を楽しむうまい下手もあると。お,<ー>お前ら言っても将棋楽しむのが下手なやつは。 勝ち負けに関わってもしょうがないんだよ。みたいなことを延々とね。言ってるんです。これはね、ほんとね。格ゲーとかやってる人は絶対読んだ方がいいです。<laughs> 心構えですね。<laughs> 心構えです。う,うん。いや、これね、結構ね、ちょっとした文章なんだけど、結構深くて。 あのー、ボードゲームというかこのちなんかいわゆるなんか、えー、と知的スポーツみたいなもんですね、うん、っていうのはあの人間の感覚五感とは関係なく知的な楽しみであって、うん、例えばただ勝てばよいというのは食べ物をお腹いっぱいになればよいと思う人の発想だと。<laughs> まあ、コーダロファンっていう人は、まあ、当たり前ですけどすごい美食家であっていろんな,なんかその。 なんかな芸術大好きだった人なんで、その中で将棋っていうのは、これは知性の楽しみだから、勝てばいいってもんじゃないんですよ。うん、味わわなきゃいけない。うん、<laughs> だからはやは、芸術なんですよってことを言ってて、うん、あのいやすごいなと思いましたね、うん。そうですよ、本当にね。環境キャラばっか使うなと <laughs> そうそうあの。もちろん勝ち負けは重要なんだけど、勝ち負けにこだわってるだけの人は、あの一流にはなれないってことか言ってますし、あと、あの あのギャンブルに言っていうものがいかにその、えー、この知的遊戯を歪めるかっていうことを言っててまあ全てがダメって言い,言い切ってないのも結構リアルで、うん、もちろんあの強い人が余興でそういうことはやることもありますけど。あの、うん 最終的にお金儲けが目的だったらしなければいいじゃないですか。銀行強盗でもしししすればいいんじゃないですか。見たこと言ってて、<laughs> まさしくそう,そう,い,そういう <laughs> い。いや、本当そうなんですよ。あの本当、勝てばいいってのは、復元すれば、鉄砲を突きつけて相手にも投与させればいいから、そんなのゲームと関係ない世界の事柄でしょっていうことを言ってて、お、ま、そ、あ、らくゲームっていうものを、その、なんていうかな。 本当に本質的に評価してるっていう意味ではかなり古い文章だと思います。いいですね。これちょっと読んでみます。他にもねあの、ロハンは将棋好き、まあ、イゴンも好きだったんですけど、あの有名なんで、将棋についてエッセイいくつかあるので、その辺も、あのー、あの青空文庫でだいぶ上がってます、うんもう。もうだいぶ昔の書き方なんです。江戸 <laughs> <laughs> 時代に生まれてます <laughs> <laughs>、はい。 まあ逆に言うとあの将棋の歴史っていうのはまあ結構その江戸から明治に行くぐらいにすごくあの近代化したっていう歴史があってその辺も含めて面白いんですけどまあまあこれ e スポーツと似て,てましてそれまではいわゆる野良でやってる人からあの要するに家元見たくなるんですつまりあの徳川家四男みたいな人が出てきてでそっからあの徳川家がいなくなったからどうするかっていうとプロを作んなきゃいけないみたいな新聞社をスポンサーに持ってきてっていう歴史はもうほんと e スポーツとそっくりですね 最初の頃はやっぱ悪いやつもいてっていうか、賭け事でやってる人がいるから、そのギャンブラーみたいなも人いるけど、じゃあそれをどういうふうに健全にするかみたいなルールをしなきゃいけないです。<laughs> そういう意味では、e スポーツもその100年後ぐらいには、この朝日新聞の提供でもちろん、そういうふうになると思います、ね。まあ、現時点でもある程度はそう、ね。現時点でも結構有名な企業は、むしろ新聞社の方が若干怪しいじゃないですか。新聞社が滅ぶことはある, <laughs> あると思います。 あ,ちょっとあの <laughs> まあでも今でもやっぱりあの将棋といえば大体新聞社がいろいろなあタイトル持ってて、うん、でなんかまああの e スポーツよりもなんかそのそのがうまくいってるのはやっぱり結構棋士の,の人のキャラクターとか棋士の人のなんか食べたもので、ね、<laughs> 結構みんな盛り上がったりするから <laughs> まあそうですね。まあまあ、今あの逆にあのインターネットのせいでまあ以前よりもねツイッターとかでね あの渡辺竜王のことが漫画にしてあの奥さんが書いたりして投稿されたりなんかあの見れる時代になってその点ではやっぱりなんかプロ棋士とあのストリーマーみたいな人って結構もう同じジャンルなんじゃないかって思ってますやっぱそういうねのいいですよね。その 50年とか60年とかの積み重ねの歴史から学べることが結構かなり多そうですね、そういう意味では。あ,あ本当そうですね、はいあの。まあ、ギャンブルの問題とか、こうなんか公平さの問題とか、うんうん、あとあの最近またあの話題になった、里見かなという女流の棋士がいます。はい、こ,のこの人、本当、女流では本当強くて、分あの,多分あの史上最強クラスの方なんですけど。 あのーまあ、女流棋士っていうのはプロ棋士ではないんですね、正確な意味では。そのプロ棋士っていうのは、基本的にはあのプロのリーグにあの参加できる人、まあ、奨励会を4段以上に上がっていって、あの抜けた人なんですけど、里見選手、1回奨励会途中まで行ったんですけど、あのかあの成績がよくなくて、脱落したんですよ。うん、ただ、の今の、一応途中でプロ試験っていうのがありまして、そのプロ試験に初めて,初めてっていうか、プロ試験は女性挑戦を始めてとか。 でまあもしこれで合格したら初めての女性の棋士が生まれるってことでやってるんですけど、うん、ここででも結構女性男性っていうの競技をどうやって区別するかってことは結構いろいろ議論があったんですけど、うん、まあその中では結構面白い出来事だとは思ってますね。うん なるほどこれだけ歴史があっても、また変化する余地があるというか、転換点があるっていうことですもんね,あねあのさっき言ったあのギャンブラーっていう問題自体も結構あの大きな問題なんですけど、うん、実際ね、あのプロ棋士っていうのははっきり成立した後と、いわゆる真剣士と呼ばれる、そのギャンブルを成り合いとしてる人たち、うん、つまり本,本物の,なんかそのいわゆる大打ちみたいな世界なんですね、そういう世界の人がプロ棋士になった事例もあるんですよ。うんうん、意外と柔軟で なんかあの一応こういうルールで守ったらプロにしますよっていうテストとかもやって、うん、あのなってる人もいたりまあ結構やっぱ面白いですねその辺はなんかその,んか福本の,、ま、あの福本先生の漫画みたいな世界と、ね、<laughs> やっぱりねプロの世界って必ずしも完全に切れてるわけじゃないみたいなまあ e スポーツはね今のところ日本ではある程度ギャンブラーはいないでしょうけど。 <ま>そうですね、<laughs> まあでもやっぱり、常々やっぱそういう問題にはさらされるところもありますから、うん、あのスポーツの世界全体としても、やっぱりその賭け事っていうことと全く切り離すことはできないところもありますからね、まあ、サッカー自体もそういうあのギャブルもちろんあったり、うん、まあそういった意味では、やっぱりあのこういう遊びをあのなんか、プロにするっていうこと自体のある種、矛盾とか、なんかそういったものっていうのは結構やっぱ昔からあって、まあ、将棋っていうのは、その意味では結構、歴史に残ってる方だと思います。うん ではい、じゃあすいません長くなりました私の話を最後させていただきましたけど今回の特集は、えー、ゲーマーにおすすめする〇〇ということで、はい、皆さんいろんなジャンルをおすすめしてありがとうございます、はいはい、ここからは、はい、えとコメントコーナーに行きたいと思います、えー、前回のコメントは質問がなくコメントのみですが、えー、ご紹介したいと思います、えー、前回ストレイだったから猫系だったんですねはい、うん えー、絵描きのブチ犬さんから、えー、猫の人気にあやかって、ちょっとでもファンが増えればという下心を感じつつも、モンハンのパートナーがアイルでなければ、僕などもモンハンを遊び続けなかったと、アイルで入った口ということですね、うんえー。ゲームにそういったアニマル要素は必要だと感じます。<laughs> アニマル要素 <laughs>、はいまあ。モンハンライズはハンターとしてアイルをプレイできるモードがないけど、えー、操作できたら楽しいでしょうねっていう、まあ、そういう方もやっぱ結構いるんですね。うん 猫,ね、<laughs> まあ猫を連携して僕は犬派なんですけどね。<laughs> 先週そう3人とも犬派だったのでちょっとこう <laughs> 最初からこう <laughs> 雲行きが怪しかったですけどまあゲーマーは。IGN は猫派いるんですか、はい、<laughs> 猫派はいるんですの,あの千葉さんは猫の方が好きだって言ってました<ー>。僕も猫全然好きですけど、はい、会ったことはないですね <laughs> で。犬はまあかなり経験はある方ですけど。 はい、次、永手さん。えー、僕は人食い大鷲のトリコ、えー、を思い浮かべましたと。架空の動物ですが、挙動や見た目はまさに猫。まあ、猫の挙動をしている何か。 怪しいわしいいみたなな感じですよねあれ巨大な何かわしわしと言ってるけど、<laughs> 猫ですね、あれはね。はあれはね、ただあれが、だからあれ、これはでもやっぱり猫好きの気持ちは分かるんですよあの。トリコが犬っぽかったらゲーム成り立たないんですよ。賢すぎてっていうか、ちゃんと従ってくれるから。あ<ー>あそうですねあの猫っぽい。っっちちゃゃダメそうそうそう。<laughs> 猫っぽい気質だから、なんか多分ゲームとして成り立つんだろうなっていう。う まあ、パズルの数倍じゃなきゃいけないですね、犬だったら。<laughs> 犬だったらね、なんかもっと立地的に、なんか言,言ったこと従うみたいな感じになりますからね。そう,そうそう。もうちょっと複雑でいいですね、パズル。はい。で、まあ、ゲームでは癒されるとともに終盤は涙を流してしまいました。とても印象に残っている猫 <laughs>、まあ、キャラです。確かに。大足だけど猫キャラです。大足だけど猫キャラ。 まあ先週もちょっと犬と猫の違いみたいな話はありましたけど、やっぱりそうですよね、こ,うこっちの、うん、前提として、やっぱ猫はこう、犬はこうみたいなのもあります、実際そうだっていうのは、本当、大きいですよね。まあ、実際そうなんですけど、傾向性として、うん、まあでもなんか個体差も大きいですけどね。ああ、そうですね。ねすごい、あの人懐っこい猫ももちろんいますもんね。そうそうそう、いります、うん、います。あと、なんかその指示に従うっていうか、ある程度こうやってなんか言うことは聞く、うん、猫もいるし。 今私飼ってる子は全然あの犬らしくあの <laughs> してくれませんよ。えそうなんですか <laughs> あのす,することもあるけどね。まあ、なんかその、すごくあのなんか犬っていうとさ、何でもすぐあの話聞いてみたいな感じで言ってるっていうこともあるけど、まあ結構個体差はあります。<laughs> はい。じゃあそんなところでしょうか。えーはい、今回のしゃべりすぎゲーマーは、 えー、以上にさせていただきたいと思います。何か他にありますかね大丈夫ですかね大丈夫です。うん、大丈夫ですね。はい。と、はい、いうことで308回だったっけ忘れましたね。308回ですね。308回のしゃべりゲームはここまでさせていただきたいと思います。はい、えー。皆さん、何かコメントや、えー、質問などあったら、えー、ぜひとも書き込んでください。それでは皆さん、さようなら。バイバイ。バイバーイ。バイバーイ